いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。ともしきコーチ認定マスターコーチの相葉です。えっ、ー、と、連日のように、えー、と嬉しいメッセージをいただいたりとか、相談とかですね、問い合わせのメールもいただいて本当にありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね、最近はビジネス系の問い合わせとかですね、質問が多いので、それに答えていこうかなと思います。今日のキーワードは、そうですね、あのー、 所有から利用へみみたたいいな話をちょっとしてみたいんで私、ねえー、と自分自身コーチとして独立する前はですねあの長い期間、えー、とコンサルティングの業界にいましたあの外資系コンサルティングファームにいたりとかですね、えー、そういうことで経営課題に取り組んできたわけですけれども、まあ、当時からも言われてましたけれども、まあ、世の中のですねあの大きな流れとして 物を持つ,持つべきかそれともこう、えー、利用していくべきかみたいなねあの例えば住宅でいうと所有するのか賃貸でいくのかみたいなアシスが一番シンプルなところで言うとでまあそういうところがですねいろんな業界で今サブスクリプションといってその月額定額制で 利用すするモデルとかっっててていうのががどどんどん広がってきてますよねだから、えー、と物を買って所有するっていうことに対するあの欲求というかですねそういうニーズよりもですね、えー、と月々少しずつはお金を払ってとにかく利用していくっていうあの発想で、えー、消費者がそういう方向性にどんどん移行してきてるということでもあると思います。 まあ、いろんな説明の仕方ができるんですけれども20世紀までのですね右肩上がりの経済成長を続けてきたような状況からですねもうほとんど物が溢れて欲しいものはほとんど手に入るような状況になってですね、えー、っとそういう経済環境ですかねそういう状況になった上でえで、ー、所有に対するその、まあ、価値観がですねどんどん変わってきたというふうにも言えるかなと思います。 逆に言うと右肩上がりに年収がこう年功序列あとは終身雇用っていうのが当たり前だったあの時代であればですね、えーとまあ、大学とか学校卒業してで、えーとまあ、例えば大手企業に入ってとか有名企業に入ってとかで定年まで働くとあの退職金も結構ドーンと入ってくるみたいなね。 で給料も右肩上がり年々年で上がっていくみたいなことは昔あったわけですけどもとっくにそれはそういったところもあ,のあって、えー、っと昔はあの例えば、えー、都心にの,あのオフィスに通いながら1時間とかもしくは1時間半ぐらいかけてる人もいたのかもしれないそれ以上の人もいた,いたかもしれないですけど郊外に一戸建てを建ててですね でそれが幸せな人生だみたいななんかモデルがあったんですよね。でそれがもうとっくにとっくの昔にもそれがあのなくなり、えーっとまあ、まさに、えー、っと所有から利用へという発想にどんどん切り替わっていくそれはまあ所得がですねそれほど伸びないあと、まあ、社会構造的にって言ったらいいんでしょうかね、えー、っと正規労働者よりも非正規労働者がどんどんその割合がどんどん増えてきているということもあの。 影響してるんだと思います、えー、ということでそうそう所得が伸びない中でですねいかにその限られた可処分所得の中で、えーっとまあ、日々豊かになるべく豊かに生活するかっていうところで所有するぐらいだったら、えー、利用料を払って月々払ってですねあのそういう価値を自分の中に取り込んでいくっていう方を選ぶ人そういうライフスタイルに切り替わってきてる。 でサブスクっていう言葉がもうあの当たり前のような状況になりつつある今いろんなものがありますねサブスクモデルは、えーと。とうとう車も売れなくなってきてるので、えっと、若い人が免許もなかなか取らない時代になってるのかな。あのうん、車を買ってとかっていうことではなくてまさにサブスクで、えー、と車を月額定額で。 えっと車を利用するみたいなもしくはそういうモデルではなくて、えー、っとカーシェアみたいなね必要な時に、えー、っとお金をちょっと払って、えー、使いたい時に近くの,そのパーキングからあのネットで登録することによって。 その車を利用するることができるみたいなねそういう形で車の利用の形態も大きく変わってきて、まあ、これはサブスクではないですけれども、えー、っともうそういう形で所有から利用へそしてシェアする共有するという社会にどんどん移行している中でですね、えー、っと皆さんで是非考えてみていただきたいのはご自身がえっと所属する会社企業で。 えまあ独立記をしている方であればその今自分が展開しているビジネスがえっとどこのポジションでビジネスとして今展開しているかってことを考えてみるってことですよね。えー、っとまあ物を売ったりサービスを売ったりする中でうんとまさにその月額定額制サブスクモデルにもすでになってるのかでえっとその背景として何があるのかとかいやいやまだ物を売っのを で買ってもらっっててますっていうのであればそれがサブスクモデル月額定額制のサービスになるとしたらどういうことが考えられるのか業界で、えー、先進的な企業はもうすでにそういうところに着手してるのかどうかですよね。例えばもう まあ、あの自動車産業でトップであるトヨタでさえサブスクモデルを提示してきてるわけですから、えー、そういうものをやるとですね車が売れなくなるぞって社内でいろんなこう議論があった中でおそらくトップダウンでもう始めてるんだと思うんですねとっくの昔にも始めてますよねだからそういうところを見てですね、えー、っとこれまで大成功してきてるからといってそのモデルにしがみつくとですね、えー、世の中の大きな流れに 取り残されてですねある時ですねいきなりもうビジネスが成り立たなくなる、えー、っと競争相手がですねもう,もう先行して追いつけなくなるみたいなこともも,もちろんあるわけであって少なくとも自分が所属している組織とか企業とか自分が展開しているビジネスが今どこのと、えー、こでどこのポジションで。 ビジネスを展開しているかということを見てみるっていうことですね。で、すてがそういうサブスクモデルとかですね、サービスとかそういったものになるかっていうと、そういうものではないとは思うんですよ。全てではないにしても、でもそういうふうに、えー、とありとあらゆるものがあの大きな流れの中に飲み込まれていくのは間違いないですね。 えと前回話したように物理的な制約が完全に外れるっていうことがあ,のありえない業界もあるかもしれないあると思うんですよ。えー、それはそれで、えー、その上で、えー、と情報空間と物理空間をどう融合させていくかネットとリアルをどう融合させてビジネス展開していくのがこれからの時代にマッチしてるのかっていうことを考える。えー、今回で言うと まさに所有するのではなく利用するでシェアしていくという世の中の流れの中で自分自身が、えーかえー、っと関わっているビジネスがどのように今後展開があの広がっていくのかもしくはもう進んできててその先をさらに考えているのかっていうこういうことを考えてみるこれがまさに抽象の高い視点を取り込むということになると思います、えー、ぜひそれはあのご自身の、えー、所属する企業 もしくは自分自身で展開しているビジネスについて考えてみてくださいあとは例えばコーチングを考えるときにゴールを設定するわけですねゴールを達成している自分自身の、えー、っと持っているものとかですね、えー、そういうものに今の感覚であの捉えるとずれる可能性がありますよね だからもしかしたら3年後、5年後、いきなりもうあのサブスクモデルが当たり前になってこんなの利用しているとか持つもんじゃないよねとこういうものを利用しているよねっていうようなゴールを考えてみるのも1つ、未来志向になっていくためにはこの抽象の高い視点でえ時代の変化を読みつつ未来をえーと切り開いていくための視点の置き方というところでもあの考えてみるといいんじゃないかなと思います。 えー、未来の自分がですね未来のゴールを達成した自分が何を持っているのかっていうことにあんまりこだわりすぎずどんな活動をしているのかどういう何て言うでしょう、えー、っともしかしたら具体的にあのサブスクを利用しているのかとかどういうものをあのシェアしているのかそういう視点で、えー、ゴールのイメージを膨らましてみるのもあの一つヒントになるかもしれません。 えー、ということで、また次回いろんなビジネスの話もしてみたいと思います、えー。今日は以上です。ワクワク様でした。